Peggy 12. レインの作品コンセプトは迷子です。道に迷うだけでなく姿まで失ってしまう、誰もいない夜の街という少年の日常とは真逆の世界、それが本作の舞台です。自分が小さい頃迷子になった時のことを思い出してください。一人ぼっちで不安で泣きたくなりましたよね。だけどもう一方で知らない場所、見たことない風景の好奇心もあったと思うんです。そんな風に相反する感情が混ざり合う不思議な状態、それが迷子です。この世界に迷い込んだプレイヤーがまず体験することは、見える見えないという状態の変化を利用した遊びです。少年の姿は雨に当たると浮かび上がり、そうじゃない時は透明です。それをうまくコントロールします。先へ進むと周りの環境は様々に変化し、それによって遊びの幅が広がっていきます。グラフィックにおいても思わず迷い込みたくなるような街という雰囲気を意識して作っています。例えば建物の高さや角度を少しずつずらして、それらが人の手によって作られたということが感じられるようにしています。特にこだわっているのが路地裏の表現です。迷うと分かってても思わず進みたくなる、そんな街並みになってます。さっきまでそこに人がいたのかもと感じさせるような表現にも力を入れてます。誰かの面影を感じることで不安が和らいでいって、好奇心にさらに拍車がかかります。そうやって、どんどん先へ進んで迷い込んでしまうわけです。一人ぼっちで不安で心細いけれど、姿を失うことや雨、夜、そして謎の少女、この世界への好奇心が一歩また一歩と歩みを進め、レインの世界へとあなたを誘うでしょう。